第1回目のゲストは、皆さんご存知、土屋和子先生です。もうご存知の方も多いかと思うんですが、自己紹介よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。土屋和子です。よろしくお願いします。私は歯科衛生士歴が43年ですね。もうすぐ44年になるわけですよね。まあ、長くやってますけれども、まあ、フリーランスとして日本で初めて手を挙げたものっていう感じですね。今現在はですね、4件の歯科医院と契約して、そして臨床の仕事をさせていただいてます。その他にはまあ、セミナーの講師として仕事をさせていただいたり、まあ、プライベートレッスンという形でね、いろんな歯科医院に出向いてお話をさせていただいたり、アドバイスをさせていただいたり、あとはレンタル NLP とか、アクセスバージョンとか、まあ、歯科医療界に役立つような情報提供をしています。プライベートではですね、子どもが3人いまして、まあ、子育てとその仕事、そういったことを両立しながら、今までやってきたっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。今回実は多分何名かご回答いただいてるんですが、事前に実は土屋和子先生に聞いてみたいことっていう形で、何件か質問をいただいてまして、まあ、ちょっとこれお時間許す限りになるんですが、まあ、今日も今見ていらっしゃる方で、まあ、ぜひ聞きながら、あ、ちょっと質問してみたいなっていうのも飛び込みで大歓迎なので、はい、あと、いいねボタンを押してくださると私が個人的に喜びます。というわけで、はい、では一つ目の質問から行かせていただきたいと思います。はい、育児や家事、仕事の両立はどうされてますか、とのことです。はい、まあ、そこをすごくね、頑張る人、頑張ろうとする人は育児も仕事も、そして家事もね、全部完璧にしないといけないっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですよ。だけど私の場合はね、全部いい加減だったの。だから全部手抜きよ、手抜きで、頑張れば頑張るほど疲れちゃうし、ストレスになってしまうので、まあ、ほどほどにしておくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、しかし現実問題としてね、例えば子どもが小さい時っていうのは、それこそ怪我をしたり病気をしたりとかっていうことよくありますよね。ですからね、私が使った手というのはね、まず子どもの体調が悪いなっていうのは、まあ、朝からわかるわけですよね。で、例えば熱があったりしても、まあ、熱がないことにして、まあ、とりあえず保育所連れてくるんですよね。そしてもう急いで診療室に行って、午後の患者さんを午前中に変更して見せてもらったりね、まあ、そういうふうにして、とにかく連絡があったら少しでも早く迎えに行けるような環境を作っておく、まあ、そういうふうにして、やりくりをしてきましたし、自分の時間というのは本当に持てないので、なかなかね。なので朝が一番私には気にしてましたね。ですからだいたい4時ぐらいに起きて、そして6時ぐらいまでの2時間ぐらいが自分の時間。朝早いですね。そうそう、朝早いですね。だからもうそれはもうずっと続いてるので、私はいつも朝早いですよ。で、当時面白かったのはですね、逆の時間帯で仕事をしてらっしゃる先生がいらっしゃるんですよね。だから4時頃に寝る人がいるんですよ。4時頃まで仕事をしてね。そうするとメールのやり取りが朝3時半とか4時とか、それぐらいのメールのやり取り、向こうはおはようございます、私はおはようございます、向こうはおやすみなさい。まあ、そのくらいですよね。4時だったらまだちょっと境目の時間。でもお子さんは何歳違いですか？4歳違いで3人ですから、保育所を12年間通いましたね。はい、長いですね。はい。でもいつも美味しそうなご飯がフェイスブックに上がってますけど、料理は大好きなんですよ。だから、実はね、その20代はこのまま歯科衛生士で行っていいものかどうかって悩んだんです、私。
それで調理師の免許も取ったんですよね。おお、すごいですね。世界もいいななんて思ってね。だから今はエッセッセイの仕事ができなくなったら小料理屋の女将をやろうと思ってます、ね、いや、ご飯がいつも美味しそうなのでぜひ通います。あ、でも産休だとか育休もかなり取られたんですか？いや、ほとんど取ってないんですよね。私は臨床の仕事以外に歯ブラシのメーカーとか、あといろんなそういう事務的な仕事もしてましたので、それは一切休んでないので、はい、あ、じゃあもうかなり本当にバリバリ、もう衛生士歴もうかなりキャリアがあると思いますが、もうずっと、いや、自分の言うのもなんですけど働き者なんですよ。いや、そうだと思いますだ、それが楽しかったので、まあね、あっという間にこうなっちゃいましたって感じでしょう。いや、すごいですね。では、何個か質問をいただいていますので、2番目の質問に行きたいと思います。はい、はい、そんな暇ないかもしれないんですが、落ち込んだ時の回復方法を教えてください。はい、まあ落ち込むってことがそもそもあんまりないんですよね。落ち込むってことはあんまりないんですけど、例えばめちゃくちゃ腹が立った時ありますよね。クソみたいな、もうこんな理不尽なことあるかいみたいなね。まあそういう時っていうのはもうしこたまお酒飲みます。で、今日ご質問いただいてる人、お酒の話もしてくださいっていうふうにご質問いただいたりして、コメントいただいたりしてるんですけれど、まあ大体ちょっと高めのワインを1本開けまして、高めって言っても私の場合3000円から2000円ぐらいの話なんですけど、で大体一本開ける頃に大体気持ちよくなってくるわけですね。で一本半から二本ぐらいに行くときにもうどうでもいいかと思っちゃうんですよね。で、はい、終わりって感じ。何飲まれるんですか？何でもいいんですけどね、お酒だったら。ちょっとだけ前を、マイクを、マイクを気持ち上に、申し訳ないです。はい。あ、でもちょっと今ちょうど来てる質問を、はい、私今落ち込んでますという方。あ、落ち込んでます。まあそれはですね、まあその落ち込むことに関しての心の持ち方っていうのは、まあ皆さんそれぞれだと思うんですけれども、大体悩んでもしょうがないことって多いですよね。でそれと、まあ落ち込んで、まあ辛い思いしたとか、悔しい思いしたとか、それもですね、時が経てば絶対糧になるんですよ。まあ、あの時のね、あの体験があるから今の私がいるよねみたいなね。だからあんまりその現実に落ち込んでると自分で思わない方がいいですよ。よっしゃ来たなみたいな。でこれもまた後々なんかこう自分にとって役立つことなんだなっていうね。うん、全て役立つことなんですよ、起きてることは。なので、まあ、そういうふうにして、ね、はい、そういうふうにして考えれば大体大丈夫でしょ。なので皆さん、とりあえず落ち込んだらじゃあお酒を飲んで寝ようっていうことでいいですか？いや、何でもいいと思います。好きなことだったらね。だからスイーツ食べるっていう人はスイーツ食べればいいし、罪悪感なく食べればいいと思いますよ。うん、で何か食べ物ね、美味しいものとか高いものとか食べるっていうのもいいと思うし、あとテレビドラマとかね、映画とかそういったものを見るっていうのもいいと思いますね。面白いコメントもいただいてます、うん、人生はネタ作りですね。ちょうど、なるほど、細田先生ですね。人生はネタ作りですね。ネタ作り素晴らしいですね。そうですよ、ネタをいくつ持ってるかっていうことで満足度が違ってくるかもしれません。 それは今度家族さんと3日に、土屋先生と3日にセミナーをやるんですけど、多分その本にも載ってますよね。はい。じゃあ次の質問に行きましょう、はい、コメントもちょっとずつ拾っていくので、何かあればコメントぜひぜひください、はい、ではちょっと3つ目の、質問に行きます。はい、これは結構悩んでらっしゃる方多いかもしれないですね、はい、歯科医院で新しいことやものを導入する際の院長へのアピールポイントを教えてください、うんうんうん、はい、ありがとうございます、まずですね、その院長のあるいは歯科医師の価値観とか、仕事観とか
そういったものを変えることはできないです。はい、ですから例えばよくあるのがですね、まあ、私は歯科医でこういう仕事がしたいと、ね、しかしまあそこでエビデンスがないとか、まあ、あの前例がないとか、まあ、そういった理由で受け入れてもらえないってことはよくあるんですね。だけどそこで何とかして、その受け入れてもらおうとしても、まあ、それはなかなか難しいですね。はい、だからやはりそういった点で自分が働く環境っていうものを選択するっていうのも一つの方法だと思いますね。ですから何を目指して私はここの歯科医院で仕事をしたのかっていうことははっきりしておいた方がいいですよね。何を目指して歯科医院で働いてるか、はい、そうですね、自分がやりたい仕事としてどういうことをこの歯科医院に求めているのかってことですよね。なるほど。ですから私が今その臨床で関わっているところというのはやっぱりこう審美歯科とか審美修復治療とか、まあ、そういったこと、まあ、補鉄に関しての強みを持った歯科医だったんですよね。ですからまあそこで私もそれを目指しましたので、そういったところでプロフェッショナルな仕事がしたいというふうに思いました。今そしたら土屋先生が歯科医働いている歯科医に目指しあの求めているものって何かありますか？私自身はもう今となれば、もう長く23年勤務している歯科医がありますので、もうできるだけ長くそこに勤務したいですね。ですからもう今関わっている患者さんやっぱり20年ぐらいの付き合いになるともうね家族のような感じね。で毎月来られたりしてると本当にもう親しくなっているので、やはりもうずっとケアをさせていただきたいですね。それはでも衛生指名理につきますよね。そうですそうです、本当に、ありがたいですよね。そうしたらでは次の質問に行きましょう、はい、次の質問はなかなかこれは私の発想にはなかったですね。歯科業界で人脈を広げるにはどうしたらいいですか？まだ多分20代の衛生士さんかもしれないですね、DH 歴が7年目、7年目、なるほどなるほど。その人脈を広げるという目的は何なんでしょうね。で例えば、まあ、私自身がどのようにしてその人脈を広げてきたのかって、私自身がその人脈を広げようとしてきたっていうことではないんですね。ただあの関わる方がどんどん増えてきたので皆さんからするとすごくたくさん人脈を持ってるっていうふうに見えるかもしれないですね。しかし、まあ、キャリアが長いっていうのと、あとフリーランスとしての仕事でしたので、まあ、あの出入りするところが多いですよね。人とのこの付き合いというか出会いが多いですよね。まあ、そういうところから人脈が広いというふうに思われるのかもしれないですね。でもあの例えばですね、私20代の頃にそれこそこの歯科衛生士、歯科衛生士という雑誌はですね、月刊誌はその前はあのアシスタント向けの月刊誌だったんですよ。社員なんですけど、そうですよね、まあ、随分前、40年ぐらいの 前のことですからね。で、まあ、例えば自分があの全く知らないようなことがあの本に載ってるとね、まあ、それをもっと知りたいというふうに思った時に私お手紙書いたりしたんですよね、その先生に。で、その本に載ってる先生の住所をまずあのコンテストのなりこの出版社の方にお聞きして、どうしても質問したいことがあるので教えてくださいっていう形で、何しろまあ今の時代と違ってメールとかそういうのがなかった時代なのでファックスもないですから、ですからお手紙を書いて教えていただいたっていうこともあります。そういうふうにしてきたりとか、あとあの私もその、まあ、いわゆるその歯ブラシとかそういった清掃用具ですね、そういったものとこうあの関わる上でやっぱり
SS としてここはこうあったらもっといいのになと思うような、その形に対しての、あのアイディアとかね、そういったものを直接その会社に送ったりしましたよ。すごいバイタリティですね。うん、ですから、まあ、あの海外から輸入されたもので、ちょっとサイズが日本とは違うかもしれないので、まあ、ここがもっとこういう状態だったらいいんじゃないですかっていうようなことをね、書いて直接その会社に送ったりとかね。で、あとはやはりあの学会とかスタディグループとか、そういったところに入れば横のつながりができてきますし、そして自分自身がその情報を発信する元になれば、もっとこれからの時代は変わってくるんじゃないですか。でも今は本当にいい世の中、ね、うん、そうですよ。本当にいろんな媒体があってね、インスタにしろフェイスブックにしろ、いろいろそのチャンスがありますよね。今もう本当に誰でも発信できる、うん、そうですよ、そうですよ。しかもお手紙書かなくてもダイレクトメールがすぐ送れる時代ですもんね。うんうん、だってあの手紙を出してもね、返事もらえなかったですからね。まあでももらわなかったのでまた出したんですよ。返事が返ってこなかったらもう一度、そう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 、ちょっと文体とかあの便箋とか変えてね、うん、そういうことも若い時ありました。まあでも本当に貪欲ですよね、そういう情報に対して。うん、そうですね。いや本当に今って、まあ、ここの Facebook のライブでもこうやって無料で、うん、今昔こういうふうなことしましたっていうのが、本当にちょっとネット開けば見れる時代ですもんね。じゃあもしかしたらもうその質問にはお答えいただいているのかもしれないんですけれども、はい、私一つ書いてなかったかな、ちょっと待ってくださいね。新しい情報や勉強はどのようにされていますか。はい、うん、なるほどなるほど。まあその情報を収集するっていうことにおいては、それこそ月刊誌からとか、あと学会とかスタディグループ、いろいろチャンスがありますよね。まあ、ましてこの Facebook をあの拝見してますと、皆さんのご活躍がすごくよくあの現れてますよね。ですからそういったものでどんどんあの情報収集できますよね。そうですね。あとあの興味があるもの、興味があるものをちょっとテーマ絞って追求するっていうのも面白いですよね。まあ、確かに興味があったら、今本当にその講師の先生のそういうソーシャルネットワークだとか、そういったものを見てもまた勉強会とか、まあ今だったらウェブセミナーがものすごくやってるので、そういうのもいいかもしれないですね。あと何かあの一応事前にいただいている質問はこのくらいになるんですが、はい、何か質問がある方はいらっしゃいますかね。もう結構今60人、うん、今何しろあの人生はネタ作りというあの星田先生のお言葉に人生はネタ作り、これでも名言ですよね。人生はネタ作り、本当ですね。あとは何か皆さん他にお聞きになりたいことありますか。少し待って、そしたら、でもお手紙を出してたっていうのはすごいすごいですね。お手紙を出すってなかなかいや手紙とか手段がなかったんでしょうね。まあ、そう当時は40年ぐらい前っていうのはね。まあでもそうか、でもそうですね、手紙を出す、なんか私歯科衛生士やってた頃って読んだらもう終わりになっちゃってたんで、まあでも一人ご質問をいただいてます、はい、歯科衛生士から見て歯科医師に求めることは何でしょうか。お互いを高めるために、はい、あのお互いの考えを知るということですね。ですからあの意外とその歯科医師ドクターが何を考えてこの治療をしようとするかとか、どうしたいというふうに思ってらっしゃるかとかね、そういったことがやはり
分かっていない現場っていうのは多いんじゃないかと思うんですね。ですからよく衛生士さんの話を聞くと、ドクターがどんな勉強をしてるのか知りませんとか、あるいはどんなスタディグループに入ってるのかも知らないとかね、どういう考えでいらっしゃるのか知らないとかっていう方多いんですよ。でもやはり患者さんを一緒になって見ていくわけですから、それはお互いが知り合いたいと思いますよね。だから SS のこともドクターには知ってもらいたいですし、はい、ですから私たちが SS としてどういうふうな、考えを持ってるかとか、どういう仕事をしたいと思ってるかって、そういったことを歯科医師にはやはり理解してもらいたいですよね。でもそれはあれですよね、双方ですよね。双方ですね。だから歯科衛生さんが自分のことを知ってくださいだけじゃなくって、そうですドクターのことも私たちが理解をしようと努力をしないとお互いに歩み寄れない、そうですね。だから教えてくださいということよくあります、私。多分でも勤務されてる歯科医さんだったらびっくりされるんじゃないですか。新しく入ってきた歯科衛生さんが、和子さんのようにものすごいキャリアを持ってる衛生さんが、先生これ教えてくださいって言ったら、みたいな。そんなことはないですよ。あ、お互い立場があるわけですからね。ですから例えば日常的に、例えばその患者さんのこの補鉄の設計に対して、先生が何を考えてこうされましたかとかね。ここで私はどういうふうにこう捉えて、患者さんにコミュニケーションを取っていけばいいんですかとか、そういうふうなことは話し合って、やっぱり理解し合えるものがありますよね。ですから私もこの長年勤務してますけれども、すぐにそうなったわけではなく、いろいろこう歩み寄ってきてこうなってるなっていうふうに感じますよ。すごいですね。それはでも本当になんかチームで治療するっていう感じですよね。そうですね。今さっき落ち込んでた方がワイン大好きなんで飲んで元気出します素晴らしい。今度一緒に飲みましょう。今度は一緒に飲みましょうとのことなんです、熊本のエッセスさんのようですので。熊本のエッセスさんですか、ちょっと今なかなか緊急事態宣言が出てて、そうですね、ズームでも飲めますから、土屋先生とズーム飲みをしてください。そうしたら、他に質問がないようなので、多分いろんな方が本当に今67人もオンタイムで見てくださっているので、ありがとうございます、嬉しい限りですね。ですね、はい、皆さん、この本お持ちですか。これ去年ですよね。そうですね、出たのが、はい、これどんな衛生士さんに読んでいただきたいとかありますか。例えば、うまく説明することが苦手とかね、あるいはこう患者さんを目の前にした時にどんな話をしたらいいかわからないとかね、どういう話し方をしたらいいかわからない、同じようなことばっかり人に、違う方でも同じような方ばっかり同じような話をしてしまうっていうような方ですね。あと今私たちが分かっていなければいけないその全身疾患のこととか、何よりも、禁煙支援ですね、それがこうスムーズに皆さんがこう苦手意識をなくして取り組んでいただければいいなというふうに思いますね。この本かなり読みやすいというか、そうですね、結構薄いんですけど、コンパクトです。内容が濃いですよね。はい、そのつもりです。でも結構2700円で、多分これ価格設定も衛生士さんが皆さん多分ご購入できるように、そうですね、出版社の方もね、それを配慮して、作ってくださったんですね。ですから私自身はですね、患者さんと例えばメンテナンスの中でどんな話をしているか、どういう話し方をしているか、説明の仕方をしているかということも全部ですね、入れ込んだつもりです。来週のセミナー、来週何かセミナーされるんです。来週のセミナー、来週ありましたかね。
来週の、あ、今でも発注中ですという方もいらっしゃいますよ、はい、ね、楽しみにしてますという方もいらっしゃる、はい、ありがとうございます。そうなんです、あの実は3月3日に、はい、あの土屋和子先生にあの、まあ、一番この中で多分質問が多いところが、うん、はい、はい、あの禁煙指導ということで、そうですね、あ、3月3日ですって聞きました、あ、3月3日ですね、はい、ありがとうございます。で、あので禁煙指導って多分、うん、この本に書けなかったことが多分たくさん、そうなんですよね、うん、あのあるそうなので、あのそういうあのもう本当にたくさんのなんていうか、先ほどの先生のコメントじゃないですけど、ネタ作りたくさんのネタが あるそうなので、あの多分 100% うまくいったわけじゃなかなかないですよね。全然違いますよ。だからもう本当にね、あの失敗を繰り返して、そしてだんだんこう工夫もできるようになってきたんですよね。そしてその成功率が上がってきたっていう感じですよ。なので、3月3日はもう本当にまあ、ここに書いてあるあのいろんなあのお話の仕方だとか、あのそういったことから、まあ、あとは一番ボリューム持つのが今回の、うん、そのまあ、禁煙指導で今までの、うん、そのまあネタから、はい、失敗談からの、 あのコツっていうのを、うん、あの詳しくあのお伺いしようかなと思っておりますので、3月の3日ぜひ皆さんあのご参加いただければと思います。はい、あの実はあの3月の3日の後にもあのクインテッセンスの方では、4月1日からもう本当にあの新分類が軌道に乗るの で、うん、でね、あの日本人で唯一2人だけ新分類に関わっての作る時のワークショップに参加者が2人だけいらっしゃるんですね。でそのうちの1人 の、 あの大阪大学の村上教授ですねを講師に迎えて、新聞類のお話、あとは聞けたら新聞類の裏話まで、うん、はい、あの聞こうと思ってますのであのぜひ皆さんご参加いただけたらと思います。はい、3月にちょっと今日あの土屋和子先生の顔があの認識、なぜか私の顔は認識してくれないんですけどあのなぜでしょうか、あのなんですけど、いやでもあの顔を認識していただいてるんでしょうかねあれずれてますよねなんで、あのテストの時は認識なかった、出てこなかったんですけどねなぜか、なのであのちょっと私たちも実はあの本当に今日の今日本当に新しい試みでどんどんいろんなことをやっていこうと思うので、うん、また皆さんあのいろいろ興味持って Facebook でどんどん新しい情報を発信していきますので、はい、あのぜひあのチェックしていただければと思います。はい、なので本当に短い間でしたが今日は本当に、はい、ありがとうございました。なんかこうギュッといろんなお話を聞いたような気がします、はい、なので最後にここですね、3月3日は、衛生士さん皆さん参加できるように9時から、はい、土屋先生のご提案で9時から皆さん参加できるような時間帯でお送りさせていただきたいと思ってます。3月17日は、8時からになってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。また後でですね、ここのコメントのところに、申し込みのフォームを貼っておきますので、あのご検討される方はぜひそちらからよろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。